今日の声最高でした、嬉しい。最高以外の言葉浮かばんくらい最高すぎた、嬉しい。そこがいい、本当オフ感がいいですか。なんかね、あの髪色さ、めっちゃ今日ピンクすごい綺麗で、なんかピンクってね色落ちしやすいんですって。私これ3日前ぐらい染めたんですけど、ピンクって色落ちやすいらしくて、ピンクシャンプーっていうなんか専用のシャンプーを使うとすごいいいって いいらしくて、美容師さんにおすすめされて買ってみて使ったら、すごいちゃんとピンクがね落ちずに綺麗に保たれてて、今日とかすっごいね綺麗なピンクで、だから公園もすごく張り切ってできました。ピン髪色がすごく映えてたのではない、映えてたのではないかと思います。これとても楽しかった、ありがとう。そう、今日昼夜合わせてすごい私のファンの方たくさん見つけました、ありがとう。来てくれた方、 DMM で見てくれた方もありがとう、見れてないけどショールーム見てるよって方もありがとう。すごいコメントたくさんで嬉しい、ごめんね全然読めなくて。お誕生日当日にあいなちゃんに会えて幸せだった、ありがとう。こちらこそお誕生日に劇場公演を選んでくれてありがとう、嬉しかったです、お祝いできて。これ最高でした、とにかく最高でした、最高以外の褒め言葉欲しい、あー嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、今日めっちゃ可愛い、ありがとう。あ、DM 見てないけど情報伝わってる、そうよね伝わるよな、そりゃネタバレしちゃうよね。色映えてた、髪色嬉しい。そうなんです、なんかそうで、セットリもそうなんだけど、今日から衣装も変わりまして、あのチーム G の時に使ってた衣装にしたんですけど、その衣装とこの髪色がすごくなんかいい感じに合ってて、 それでもテンション上がっちゃった。あの衣装本当にめちゃめちゃ久しぶりに来ました、可愛いよねあの衣装、これめっちゃ良かった、嬉しい、すごい、みんな褒めてくれてる、湧いたかっこいい、じゃあ熱い声、嬉しい、可愛かった、ねえねえ声絶対やりたいって、来てほしいです、初めてのねえねえ声ストレが過ぎすぎました、あ嬉しい、ありがとう、やっほー、変わった人がエモいって嬉しい、衣装にしたの嬉しい、そうなんかね候補がねたくさんあったんだけど、あの衣装になりました、最終的に。衣装が最高すぎね、懐かしいですよねあの衣装、なんかまた着れたのがすごく嬉しいし、公園でこうやって着れるのがすごく嬉しい。髪がちょっとバサバサすぎる。劇場の照明に髪色がめちゃくちゃ入った、嬉しい、やったー、ありがとう、めっちゃ嬉しい、楽しかった、昼夜公演。来てくれた方ありがとうございます、ゆる子ありがとう、こちらこそありがとうね、こちらこそ、始まった瞬間あの衣装着てるの見て泣きそうになったって、でも確かになんか思い出すよね、あれをステージ着るの本当に久々だから、喜んでたけど、アイニャめっちゃ可愛かった、本当ですか、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、生で見てね可愛いって言ってもらえるのが、ね、一番嬉しいです、ありがとうございます。でですね、今日から変わったセトリがですね、まず1曲目にベイビーベイビーベイビーということでね、こちらですね、もう私がもうずっと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 やりたいって言ってたんですけど、それが念願かなったって感じで、多分ショールームとかを、普段私のショールームとかよく見てくださる方は分かると思うんですけど、私カラオケ配信、ショールームのカラオケでもめちゃめちゃベイビーベイビーベイビー歌ってるし、しかもずっとこれやりたいってもうずっと言ってたので、もう超嬉しかったです。なんか
レイナとやりたい曲を話した時にすごい2人の意見が一致する曲が多くて、それで結構あっさりっていうか、まあやりたい曲がたくさんあって迷ったんですけど、割となんだろう、それやりたい、その曲はちょっとっていうのが全然なくて、そう、私がベイビーベイビーベイビーをやりたいって言ったら、レイナもそれやりたいって言ってくれたので、そう、これはね裏話なんですけど、実はビンゴとベイビーベイビーベイビーの2択だったんですよ。そう、それでその2択だったんですけど、ビンゴをね、山子公園で始まることになって、山子公園でビンゴをやることに、そのビンゴにしようかなって、結構ビンゴ寄りだったんですよ。ビンゴかベイビーベイビーベイビーは、まあ、なんか両方入れるっていうよりはどっちかじゃないってレイナと話してて、でどっちにしようってなった時に、そのビンゴにしようかねっていう感じで決まってたんですけど、山ここでビンゴが始まって、まあ、レイナも出てるんですけどそう、あビンゴやってるねって言って、じゃあベイビーベイビーにするかって言って感じで、ビンゴは確かレイナが出したんかな。そうそう、でもどっちも、私はベイビーベイビーを出して、レイナはビンゴアンを出したんだけど、どっちもレイナはベイビーベイビーベイビーもやりたいし、私もビンゴもやりたかったから、そうそう、二人ともがやりたい曲が二人ともやりたい楽曲同士だったから迷ったんだけど、最終的にはベイビーベイビーベイビーになってすごく良かったなと思います。一曲目にあれっていうのが、なんかアイドルっていうかライブが始まった感じがすごくて、そう、トゥルトゥ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 のイントロがもう最高です。手取り追加嬉しかった、嬉しい、いいな。今日は外れたので、あとで DM 見ますね、言ってたもんね、見てほしかったよ、 DM 見てね次ね、猫やね、いつですか、わかる、もうニャーニャーこやりたい、早く本当に楽しかったです、もう今日は一段とニャーニャーが止まりませんでした。私もだよ。イベント今回達成できなくてすみませんでした。いやいや、なんで謝ることじゃないです、本当に。今回なんかイベントっていうよりキャンペーンというか、なんか大々的にイベントって感じじゃなかったから、私もなんかみんなに、なんだろう、あんまりお願いしますっていうのもなんか言いづらくて、そうそう、またイベントがね始まったらぜひ皆さんありがとうございます、謝らないでください、本当に。そうそう、ビンゴもやろうとしてたんだよね。ニャーニャーの選曲さすがでした、声でそれになるぐらい湧いた、嬉しい、みんなめっちゃ褒めてくれてるやん、嬉しい、コメントねちゃんと見えてるよ、ちょっと言葉にね全部走ってると多分ね配信終わらないからでもちゃんと見えてるよ、みんなコメント嬉しい、ありがとう、ありがとう。そう、ベイビーベイビーベイビーはね、私本当に好きなの。なんかザ AKB 感も好きだし、ザアイドル感も好きだし、あ、もうとにかく好きなんですよ。なんか AKB がちょっと、なんだろう、あの時期の AKB、 ちょっと昔の AKB はなんかファン目線の曲がすごい多かったの。遠距離ポスターとかベイビーベイビーベイビーもそうなんだけど、ファンが見たアイドルを描いてる楽曲が私すごく好きで、それをなんかアイドルが歌うっていうのがなんかいいじゃないですか、だから好きなんですよね。それを自分ができたっていうのがすごく嬉しいし、やっぱりベイビーベイビーベイビーは1曲にして正解だ、1曲目にして正解だったなってすごく思います。ベイビーベイビーベイビーをちょっと曲名が長すぎてさ、毎回ちょっと笑いそうになっちゃうんだけど、ベイビーベイビーベイビーを1曲目にねしたいのはもう私のもう念願というか、私のね、そう、一曲目やりたいっていうのは、そうそう本当に。でもなんか一曲目にすごくふさわしかったんじゃないかなと思います。やっぱ始まってさ、すぐ分かるじゃないですか、あっ、ニャーニャー声なんか変わったなってパッて分かるから、それがすごくいいなと思って、そうそう、これは絶対達成したいって時はちゃんとやりますからありがとうございます。
当に無理はなさらず、またイベントごとがあった時は協力をお願いしてしまうかもしれませんが、無理はなさらずで皆さん。なんか本当にね、でもなんかやっぱ反省点はあって、あ、これはまあ3曲紹介してからにするか。で次が抱きしめちゃいけない。抱きしめちゃいけないは私ファンだった時代、 NGT 入る前のファンだった時にもう超大好きだったの。この曲アンダーガールズさんのこの曲死ぬほど聴いてたんですよ。まさか自分がやる日が来るなんて本当に思ってなくて、まあ、やるまで、この曲をできるまでアイドル始めて6年かかったけど、本当に6年待ち続けてた回があったっていうか、本当にこの曲すっごい聴いてたから、そうそうそうです、梅ちゃんさん、そう、梅田彩香さんのセンターの楽曲なので、振りもすごく細かくちゃんダンスがしっかりしてる楽曲なので、これ二人でやりたいねって話をして、で私もすごいこの曲好きなんだけど、レーナがすごくこの曲が気に入ってる、好きみたいで、そう、この曲は絶対やりたいってレーナが言ってて、で私も好きだったから、え、絶対やろうって言ってこの曲が決まりましたね。まあ、ベイビーベイビーベイビーもこの楽曲もすごいアイドルソングだから、まあ、似たような曲にはなってしまうんだけど、今の元のニャーニャー公演、そこまでアイドルアイドルした曲がたくさんあるかって言われたらそうではなかったので、まあ、たくさんアイドルアイドルしてもいいんじゃないかということで、みんな優しく守ってくれるんじゃないかということで、とにかく私たちのやりたい曲を詰め込んだって感じです。そう、ありがとね、みんなコメントにゃんにゃんの可愛い一番が見えないのは寂しいけど、アイドルしてる姿がたくさん見れてるし、あー、もうそう言ってもらえて本当に嬉しい。公園来たもさ、マックスでもう公園みんな来て、二人成功だったよ、嬉しい、ありがとう。抱きしめられたらかな、抱きしめちゃいけないは狙ってんのかな。それね、昼公演でね話したんですけどさ、なんか二人でセットリ考えてる時に、抱きしめちゃいけないをどこに入れるかってなった時に、抱きしめられたらの後が一番ちょうどよかったんよね。けどおもろくないってなって、抱きしめられたらの後に抱きしめちゃいけないってなんかさみたいななったんだけど、まあおもろいからいっかって言ってそこにしました。あ、ハートたくさんありがとうございます。ハートたくさんありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。これ食べちゃった、すいません。抱きしめちゃいけないの MV は100回ぐらい見たな。わかります、抱きしめちゃいけないの MV100 回ぐらい見てる、私も絶対。個人的に思い入れのある曲だったから嬉しい。お、でもその AKB さんの楽曲とか歌うとね、そういうのもあったりしますよね。嬉しいです、みんなが瀬戸里を褒めてくださって嬉しい。もうすでに次の年に入りたい、あー嬉しいな。ニャンニャンの嘘がさらに溢れる公演で、全オタクに見てほしい公演、あー嬉しい。好きすぎてめっちゃ好きすぎて夢中で手拍子した、あー嬉しいな。なんかすごくそれは感じました。なんかファンの方が公演楽しい、え、この曲最高、楽しいって感じで拍手してる感がなんかすごく伝わってきて、それがすごい嬉しかったです。あー楽しんでくださってるんだなっていうのが拍手から伝わってきてすごい嬉しかった。抱きしめちゃいけないんだ、楽しい。なんかね、あ、そうだ、これね、MC でね言ってなかったんですけど、実は抱きしめちゃいけないの感想のダンスは私が考えました。なんか本家の方の、本家の AKB さんの映像を見て全部完コピというか、もちろん
同じ振りを全部踊ってるんですけど、だ決めちゃいけないの感想が、これもともと16人の楽曲なので16人いるからこそできる振り付けみたいな感じだったんですよ、元の振りが。そうそう、なんかちゃんとした振り付けがあるっていうよりは16人がわちゃわちゃした感じの振り付けなので、2人でやるにはちょっとできなかったんですね。16人分を2人でちょっとやるのはできなくて、そうなんか文字を作るみたいな感想のダンスだったので2人じゃできなくて、どうしようかってなった時にじゃあ考えるかってなって、そう、まあ、ちょっとですけど私が抱きしめちゃいけないの感想のダンスを考えさせていただきました。なんかあの曲サビとかすごい踊るけどね、感想が実はあんまりなんかそうゴリゴリのダンスとかしてなくて、本家の方々、そうそうで、そう考えさせていただきました。ぜひそこも注目していただけたら嬉しいです。昼公演の後に抱きしめちゃいけないプレイリストで追加した。早いね仕事が懐かしすぎて泣きました。懐かしいよね、初めてしたけどよかった。おお、初めて聞いた方もぜひぜひね好きになってください。本当に素敵な曲なので、コールできないから口が待って、脅迫状本当にすごかったよ、本当にありがとうね、みんなチキ当ててくれてありがとう。お、書きました、書きました、ありがとうございます。そうなんですよ、私が久々に振り付けを考えさせていただきました。そうほんとすごいって、嬉しい、それを聞いてもっと入りたくなった。そう考えたんです、振り付け考える時って何かモチーフにしてると。今回はでもなんだろう、可愛い感じなのですごくキャピキャピした感じと、なんかレイナとなんか仲良さそうにふふんって感じがいいかなと思って、たくさん目を合わせる振り付けにしました。なんかめちゃめちゃゴリゴリに踊ってるわけではないんですけど、まあ、軽い感じなんですけど、そうサビがすごく踊るので感想のダンスでちょっとなんか高低差テンションの差みたいなのを少しつけれたらいいなと思って、そうそう、だからサビは踊って元気に踊って、感想はなんか可愛く2人でダンスって感じです本当に楽しかったからずっと応援がすごいねえ、わかります、応援やばい、もう本当に楽しかったんです。もうなんかレイナと終わった後も楽しかったねって、もうめちゃめちゃでも疲れたんですよ、正直すごい、いつもよりも曲、まあ、手もでもの涙がねちょっとストリからなくなってしまったんですけど時間の関係で、でも3曲出したから、まあ、それはね体力も消耗しますしめちゃめちゃ疲れたんですけど、それ以上に楽しくて、疲れたねでも楽しかったねってずっと言ってました、終わった後もレイナと、あ、かっこいいギフトありがとうございます。かっこいいギフト、あんまりレアなギフトです、これはかっこいい、ありがとう。ジンギスキャッツの衣装で声も見たかった、あ、レイナ話してました、違うかな、それかたまたまか分かんないけど、そうジンギスキャッツの衣装で本当は公演をねしようとしてたんです、最初実は、そう実はで着リハもしたんです、ジンギスキャッツの猫の衣装を着て。でもですね、じゃんけん大会用に作った衣装なので踊ることを想定して作られてないんですね。そうそう、だから結構1時間着替えなしじゃないですか、ユニット公演って。だからその1時間その衣装で踊るってなるといろいろ問題点が出てきちゃうんですよ。そうそう、あ、レイの配信で話してた、そうそう、まあ、レイの配信見てない方もいると思うのでもう一回お話しするんですけど、そうめちゃくリハもしたんだけどすごくね毛が舞っちゃうんですよ、真っ白な毛がで暑い、とにかくもっこもこで暑いの。でも本当に可愛くて、でも公園には不向きで、でもギリギリまで悩みました、レイナと、超可愛いよねこれ着たいよね、でも1時間これでやったらさ体力やばいよね、体力っていうか暑いよね公園乗り切れないよねってなって、やむを得なく断念しました。お、
可愛いギフトありがとうございます。可愛いギフトありがとう、嬉しい。3つもありがとう。いいね、いいね、ありがとうございます。ありがとう。すごい、文字のギフトがいっぱい来た。文字のギフトレアないよな。ブラボー、ブラボー、ありがとうございます。ブラボーもあんま見ないな。ありがとう、ブラボー。そうそう、逆上がり衣装は踊りやすいの見た感じ方そうだけど、逆上がりの衣装めっちゃ踊りやすいんですよ。私もね、その直前までそのジンギスキャッツの衣装を着る予定だったから、その劇場でやったリハーサルとかでもそれを着てやっちゃってたから、あの衣装でちゃんとリハーサルができなくて、でもあれはすごい、踊るダンスナンバーを逆上がりの時も激しい曲をあの衣装で踊ってたから、まあ、何回か裏で2人でダンスしたりとかして、ダンス合わせて本気で踊ってみてってやったんだけど、本当に踊りやすくてびっくりしました。しかも暑くない、涼しい。なんかここはすごい固定されてるけど、ここら辺は全然固定されてないので、すごく動きやすいです、あの衣装は。そうそう、でも夢品の衣装もね、すごい踊りやすい。もともとニャーニャー公に来てたやつ。そうそう、劇場の照明の演出もすごい良かった。あ、そうなんですよ、抱きしめちゃいけないの、抱きしめちゃいけないがソロダンスのとこがあって、ソロで一人ずつ踊るところがあって、そこも照明さんがバシッてキラキラを当ててくれてて、めちゃめちゃかっこいい感じになってるので、もうぜひ照明にも注目ということで。そう、十人十色の衣装もジャンキン用なのか、袖が絡まったりして大変だなって時がある。そうなんですよ、十人十色の衣装もそれで使わなくなっちゃったんですよ。もともと十人十色公演って着物の衣装を、浴衣の衣装を着てて、でもあれってオープニングだけだ、オープニングの3曲とか4曲だったら全然いけるんですけど、1時間あの衣装ってなるとやっぱりじゃんけん大会用に作ってる衣装だから、そうそう、不備が出てきてしまって、やむを得なく断念したという感じですね。で今はチェックの衣装でトイレ公演はしてるんですけど、だからジンギスキャッツの衣装もオープニング3曲とかだけだったら出れるんですけど、1時間着替えずに公演をするってなった時にできないんですよね。そうそうそう、今日の衣装かわいかった。あれかわいいですよね、私たちもすごくお気に入りです。で話がちょっと脱線してしまったけど、最後にオンリートゥデイということでね、もうオンリートゥデイもねずーっと言いたかったんですよ。これはショールームのカラオケ配信に、カラオケにも入ってなくて、この曲、こんな名曲が。そう、この曲はね本当に名曲じゃないですか。しかも楽しい劇場公演とかライブ向きの楽曲だなっていうのはすごく思ってて、ずっとやりたかったんですけど、なかなかやる機会がなくて、ニャーニャー公演でやっちゃおうってことでやりました。でね、最後の曲が世界の一人ですっごくいい締めだったんですけど、やっぱサメカツナ公演と全く同じ終わり方なので、サメカツナ公演と一緒だった時、まあ今日が本当にそうだったんですけど、サメカツナ公演と一緒だった時になんかね変化があったらいいかなと思って、しかもリートで最後だったらすごく盛り上がるかなと思って最後にしたんですけど、最後にして大正解でした。もちろん世界の一人で終わる終わり方もめちゃめちゃ好きです。あれはあれでもう最高です。でオンリートゥデイで終わるのもめちゃめちゃ最高でした。もうね、イントロから楽しいし、なんかリハの時になんかリハでも本気でやってたんですけど、なんか本番はリハの3倍ぐらいでかい動きしてた気がします。イントロとかてーてーのとこ楽しすぎて、やっぱりリハから、リハも楽しかったし、リハから私たちからしたらすごい本気でやってるつもりだったんだけど、ファンの方が入ってその本番こうやってなったらアドレナリンが出て、自然となんか振りがね大きくなってめちゃめちゃ楽しかった。そうそう、
最後に持ってくるの天才すぎって、イエーイ最後にあれ持ってくるのすごすぎる、テンション上がりすぎてコールめっちゃしたかった、コールしたいよね、わかる、コールしたくなる曲ばっかだ、追加していく。そうで、オンリートデイは割とサビは一緒に踊ったりするけど、Aメロとかは割とフリーなので、たくさんファンの方と後ろの方にいる方とか、橋の後ろにいる方とか、真ん中の方にいる方もそうですし、たくさんの方と目線が合わせられたらいいなっていうのと、そうそう、なんかアンコールっぽいなって私は思ってて、そうそう、アンコールってなんか練り歩きとかするじゃないですか、コンサートとかで、なんかそんな感じのイメージかなと思います。まあ今日はね、ちょっと緊張、すごく初日だったので、新セットで初日だったからすごい緊張してたのもあって、なかなかねファンサとかもいつもより少なくなってしまったかもしれないんですけど、ちょっとだんだん慣れてきたらいろんなところでファンサできるところを見つけて、たくさん目線合わせていきたいと思いますので本当に楽しかった。特にそのベイビーベイビーベイビーも、抱きしめちゃいけないモーリーズでもね、新しく追加した曲3曲全部本当に楽しかったんだけど、特にオンリートデイはもうね最高でした。本当に最高の最高のね時間でした。もう本当に楽しかった。ステージ広く使っててすごい良かった。そうなんですよ、ステージをねすごく端っこの方に顔見せる機会があんまりちょっと少ないかなとは思ってたので、そう、端っこの方ともたくさん目線が合わせられるような位置作り位置を考えてみました。やっぱ前回ユニット公演行った時って初めてだったから、まだその慣れてない部分とかもたくさんあって、立ち位置の部分とかも不慣れな部分がたくさんあったんですけれども、ユニット公演を始めてもうすぐ1年経つので、そうするとだんだんこういう演出した方がいいなとか、ここの立ち位置こういう風にしたら面白いなとか、いろいろアイデアが浮かんでくるので、それを今回新セトリ新しく追加した曲ではそれを取り入れたって感じですね。山台から登場するとかだったりとか、端っこでサビを踊るとか、そうそう、駆け抜けて終わる感じがすごくいい。あーわかる、本当にニャンニャン公園すごい行きたいって、ニャンニャン公園行きたいって、わー嬉しい、みんなたくさんニャンニャン公園行きたいってみんな言ってくれてる、ありがとうそう、でもなんかそのそうね、なんか自分たちでは無意識にやってたけど、確かにそうですね、1年経つ、ユニット公演始めて1年ぐらい経つから、こうやって多分アイディアとかも出てくると思うし、自然とね2人でこうはこうしようとか、たくさん今回は2人で意見を出し合って、位置とかもダンスとかもいろいろ決めたので、なんかすごいなんか当たり前のようにやってしまっていたけど、1年のそのユニット公演のがあったおかげだなってすごく思いますね。ユニット公演がニャーニャーを成長させてくださいましたそして新瀬戸里を披露した今日、こんなにたくさんの方が褒めてくれてます、嬉しいね、今日すごい劇場来てくださった方たくさんいたので、来れてない方もぜひ来てください、生で見てほしいです、ぜひ。シンクロときめきで本当にときめきました、いやー嬉しい、ありがとう。シンクロときめきもね相変わらず楽しかった、なんかずっとねやっぱパフォーマンスをもっと見せたいなっていうのは思ってて、もちろん MC をみんなが面白いって褒めてくれたりとかするのもすごく嬉しいし楽しいんですけど、なんかもっともっとユニット公演だからこそできるパフォーマンスをもっとみんなに見てほしいなと思って、思い切って3曲追加してみました。でも今日初日を踏まえてね、またいろいろ改善点とかもありますし、そうそう、なんか MC とかもね今日は初日だったので、曲だったりとか衣装についてだったりとかたくさん話してだったんですけど、まあ、次の公演からまた MC とかもね
ちょっと工夫しつつみんなに楽しんでもらえたらいいなと思います。まあでも曲を3曲も追加してしまったので曲をがっつりやる時間はないんですねないんですけど、まあ、みんなにちょっとしたトークもね楽しんでいただける公演が嬉しいかなと思います。そうで私がねちょっと反省点っていうのはやっぱりリハの時の方がうまく歌えたなっていうのがすごく悔しくて、やっぱ本番ってどうしても落ち着け落ち着け落ち着け自分って思ってもどうしてもその初めての曲初めての日ってなったら緊張とテンションの上がりが相まってどうしてもね歌がねなんか安定して歌えなくて、そう、そこが課題だなと思った。テンション上がっちゃうの。1曲目からベイビーベイビーベイビーなのが楽しすぎて嬉しすぎてテンション上がっちゃうので、うーってなっちゃうからそう、もっとねうまく歌えるようになりたいです。にゃんにゃん1回だけ劇場で見ましたが1期生さすがだと思いました。あらー嬉しいです、ありがとうございますそれでは歌詞クイズをお話しかける。そうだから私これ伏線ではないんですけど、前回の公演の MC すっごい悩んでたじゃないですか企画で、もう次の公演の企画どうしようってすっごい悩んでたのは最後の企画だったからなんですよ。もうみんなに言いたかったの、実は次の公演で企画やるのが最後なんです、だからすごい大事でどの企画するかすごい迷ってみたいなって言いたかったけど言えないじゃないですか。だから言えなかったけど、次の公演で企画が最後だからすごい悩んでたんですよ、どの曲をやるか。そうあ、ハートたくさんありがとうございます、ハートありがとう。そう、それで最終的にはね歌詞当てクイズになったんですけど、なんかニャーニャー公演って基本1回で終わった企画もたくさんあるけど、割と続いてる企画を続けるちょっと続ける傾向があったので、ファンの方もねイラストまた楽しみにしてるねとか、イラストじゃないわ、歌詞当てクイズが思ったよりファンの方にすごく好評で、そう、次は楽しみにしてるねみたいな、私たちこんな好評だと思わなくて正直めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、そうだからあ、すいませんちょっと次は曲をたくさんやるんですけどすいません歌詞クイズやらないですって思いながらありがとうって言ってましたそう、でも褒めてもらえるのめっちゃ嬉しかった企画、私たちもすごい楽しかったから、ハートたくさんありがとう、ハートまたたくさん投げてくれたありがとう、あ、栗もありがとうございます、栗もありがとう、5個もありがとう。そうそうそうなんよな、テンション上がっちゃうんだよな、どうしても。だからベイビーベイビーベイビーを1曲目でできる嬉しさと、嬉しさはまあ持ってもいいが、歌に影響するなと自分に言い聞かせます。歌に影響を及ぼすほどのテンションの上げ方は慎みなさいと自分に聞かせますパフォーマンスがっつりの声見たかったからすごい嬉しかった、わー嬉しい。そう、パフォーマンスねがっつり私も本当にやりたかったからすごく嬉しい。コラボ配信でするの面白いと思う、めっちゃいい、コラボ配信で歌詞当てクイズやりたい。聖司玲奈さん、私とコラボ配信して歌詞当てクイズやろうここで予約しとくあ、クマありがとうございます、クマありがとう、クマありがとうございます、見えてる見えてる、ちょっと今日ね角度すごい下からやってるんですよね、角度すごい下にクマありがとう
にゃんにゃんでは無理だけど今日のサメカツナのワードウルフ面白かったね。あれね、面白かったですね。なんか終わってからもね、サメカツナのメンバーが、あ、すっごい今お洋服見えちゃったサメカツナのメンバーがワードウルフマジ面白かったってずっと言ってて可愛かったですめっちゃ楽しんでて可愛かった。てかサメカツナ可愛い、仲良し、大好き。今日も楽しかった。楽屋が楽しかったです。楽屋も楽しかったです。今日もずっとなんかみんなテンション高くてなんか楽しかったです。ヒレコアレイナちゃん出番間に合ってよかったね。本当にそう、レイナ今日緊張してたんですけど、まあ緊張しすぎたのか、まあ緊張なんだろうけど、入りをさ、まあ見てない方はね、詳しく知りたい方はね、昼声の DMM も見ると MC で話してるので一番分かりやすいんですけど、あのいつも横の袖からね出てスタンバイするっていうのがもともとのニャーニャー公演のあれだったんです。で、他の公演とかも大体その袖からスタンバイすることが多くて、あんまり後ろの山台から登場することってあんまなくて、で今日から変わって山台から登場するようになったんですけど、袖から登場しようと思ってスタンバイしちゃってたらしくて、私も山台にね上がる、山台があるじゃないですか、ステージの後ろに。でそこの横に階段がこうついてるんですよ、ね、その階段の前でこうやってメンバーがいつもスタンバイしてて、でこうやってよしってかわして上がってくみたいな感じで、愛の毛布とかもそうしてたんですよ。そうで、その感覚で私はこうやって本番前レーナ来る、レーナを見てうんってやっていこうと思ったら全然レーナが来なくて、でなんかね、その裏がめっちゃ暗くて、そのなんか影みたいなとこがあるんですよ。ちょっとボコって人が見えないようになってるところ、こっちから見たら見えないようになってるところに隠れて、なんかメイク直しとかでもしてるのかなとか、水飲んでるのかなとか思ってたんですよ。で直前だったら来るよなと思ったら NGT48 の48で登ろうって約束してたんですけど、 NGT になってもまだレーナがいなくて、え、やばいやばい、レーナいない、一人一人、新瀬取りで一人公演って思ったら、ダッシュでレーナが来て、舞台袖にスタンバイしちゃってたんだってえ、コラボ配信するわ、したい。久しぶりに抱きしめちゃいけないの MV 見たわ。見たくなるよね見たくなるよねなんか出てくるのバラバラかなと思ったね。もう私もどうしようと思って、で待ってても出てこなかったら2人とも出てこない、0人の状態になっちゃうし、スポットライト当たって0人誰もいないは意味わかんないから、とりあえず出なきゃと思って出たら走ってきて、そうで、なんかそんな本番直前にさ出るの間違えるとかなったらもう焦っちゃうじゃないですか。だからもう私はレイナの気持ちを落ち着かせなきゃと思って、大丈夫大丈夫、落ち着いて落ち着いて、大丈夫で落ち着いてね、平気平気って言ってたら、自分がなんか声始まって楽しくなってテンション上がっちゃったんだよなそう、でもあの時はね、そう暗闇でね支えてました、レイナ、大丈夫大丈夫。最初まず笑ってたんですけど、え、何してんのって言って、え、間違えたって言って、言って、落ち着いて落ち着いて、落ち着こう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 って言って、あの笑いを1秒で笑いを抑えて、あ、落ち着いて落ち着いてって、すぐ落ち着くの方向に持ってきましたそれ失敗した失敗したって考えたら、絶対歌詞とか振りとか間違えちゃうから、絶対私はそう思ったから、とりあえず落ち着かせようと思って袖見てたから、そうですよね、ファンの方もさ袖から出てくると思って袖見てた方多かったかな。え、これは緊張するね、見えないとこも大変、よく分かった、めっちゃ緊張します。特に今日の公演はすごく緊張しました。やっぱり新しい曲が3曲も一気に追加ってなったし、あとやっぱり16人で立つステージより2人で立つステージってもうプレッシャーがえげつないんですよ。ありますかねもちろん16人のステージでもミスはしたくないししないですけど、やっぱ2人の、もちろん16人のステージも大事なんだけど、でも16人の曲で失敗するのと2人の曲で失敗するのだったら、やっぱ2人の曲で失敗した時の方がメンタルくるんですよまあミスり方にもよりますけど、やっぱりプレッシャーがえぐいですね。2人は、私たち2人をみんなが見てくれてるということは2分の1の確率でみんなが私のことを見てる
やばいってなってね、やっぱ緊張しますね。アイに落ち着いたら、その時はね、なんか落ち着いてた、なんか自分が多分テンション上がっちゃって、落ち着かせなきゃ落ち着かせなきゃって自分に言い返してる時だったからのハプニングだったから、とりあえずレイナも落ち着かせなきゃっていう思考からになって、落ち着いてって言って、多分その落ち着いてって言ってる私が多分一番テンション上がっちゃってたんですけど。あ、お疲れギフトありがとうございます。たくさん、あ、10個も投げてくれてる。お疲れギフトありがとうございます。ありがとう、お疲れありがとうございます。そう、本当にね、プレッシャーすごいの。これはね、あの2人ユニットの公演してるメンバーだったら絶対共感してくれる、絶対共感してくれる、このプレッシャー、プレッシャーえげつないよな。でもその分達成感もすごいし、本当に楽しい。でも本当に楽しかったし、なんか私 AKB 大好きだから、 AKB の曲こんなできてすっごい嬉しいし、なんか自分の NGT 入る前から好きだった楽曲とかをこうやってなんかできてるのもすっごい嬉しかったし、もうなんかとにかく楽しかった。追加した3曲がどれもエモすぎて汗だくになる。エモすぎてね、でも本当にね、物理的、あの本当に汗だくなるんですよ。私今日の私の汗本当にやばかったですよね。もうごめんなさいね、私汗ね、体重ね、なんかそう良くなったのか、すごいね、あの前髪がすごい私濡れるのね、汗かくと。なんか汗かいてもさ、なんかおでこあんま濡れないとか、前髪濡れない人とかいるじゃないですか。私前髪がすごいね濡れるの、だからもうこんなんでしたよ、公演中こんなんで途中からこんなんで汗で、で裏にそのソロ曲披露してる時とかにレイナが